はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第82回でございます。で、今回はテーマがね、いろいろとご報告ということで、そこに書いてある4つの項目について喋っていきます。なので、なんかこうためになる話とかではないんですけど、かなりね短く終わると思います。終わると思うんですけど、ぜひね、今後、このページを使ってもらう方とか、あとはこうツイッターとかでこう仲良くしていただいている方もそうなんですが、こう知っておいてほしいことが多いので、ぜひね、ちょっと時間を取って聞いてもらえたらと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、順番に行こうかな。まず一つ目が、ホームページが完成しました。ということで、以前から告知はしてましたけど、ホームページができました。ホームページというか、ネットのページですね。ホームページでいいか。で、ある方に力を貸していただいて、ほとんどね、任せてしまったんですけども、ページができております。で、まだ検索ではヒットしないので、この動画の概要欄の方にねリンクを貼ってありますので、そこから飛んでもらえたらと思うんですけども、数字の19で塾チャンネルという風な名前なんですけど、でそこから動画の一覧を探せたりとか、あと一番の違いは動画のプリントをプリントアウトできるんですね。動画の始まった解説とかをしてない、問題しか載ってない状態ので、プリントアウトしてそこに書き込んで問題解けたりとかすることができるので、もちろんね、プリンターがあるないではちょっと関わってきてしまいますけども、かなり勉強がしやすくなる方もいらっしゃると思いますので、ぜひね、有効に使ってもらえたらと思います。で、これから、そのホームページの方もかなりこう力を注いでこう進化していくものになる予定ですので、またこう内容が変わったりとか、こんな機能つきましたよとか、いろいろあったらね、ツイッターの方とか、あとダラダラジオでここでも報告していこうと思いますので、まずはね、一回チェックしていただいて、もしよろしければお気に入りの方とかに登録してもらえたらと思います。ね、よろしくお願いいたします。で、二つ目がココについてなんですが、これご存知でない方も多いと思います。ツイッターをフォローしていただいている方はね、知ってると思うんですけども、うちですね、今ハムスターが、以前きなこっていうハムスター、あれが2代目のハムスターだったんですけど、きなこがいて、天国にね、旅立ってしまって、で、暖かくなってきたんでということで、4月の1日だったかな、ココっていう3代目ハムスターを飼い始めたんです。で、このメインチャンネルとゲームチャンネルと、実はもう一個チャンネルがもうできてるんですけど、で、そのチャンネルで一本ね、そのココと、うちの息子のミナチョがね、ちょっと戯れてる動画とかも上がってるんですが、で、4月1日にやってきたんですけど、今日4月、今10日にこのダラダラジオ撮影してるんだけどね、今日の昼ですね、天国に旅立ちました、ココが。はい。理由は全くわからないです。もしかしたらその、冬眠系だったりとか、低体温症とかもあるかもしれないんですが、寒くなってしまうと冬眠、ね、にしてしまってそのまま死んでしまうっていうのも知っていたから、ハムスターもね長く飼ってたので、結構部屋の温度とかも気をつけてたんですけど、朝までねすごい元気にカラカラ走ってて、すごい走るのが好きな子だったの。今までチョコ、きな粉、ココってね3匹飼ってきたんですけど、今までで一番本当によく走る子で、すんごい元気だったんだよ。人懐っこいしね。なんだけど、そうなんですよね、なんか急に旅立ってしまって、なのでツイッターの方ではね報告しましたけど、ひとまずココの方は天国に旅立ちました。で、一応ですね、そのうちの息子、今2歳になったばっかのミナチョっていう息子がいるんですけど、ミナチョもまだ全然片言しか喋れないんだよ。全然単語ちょっとしか喋れないんですけど、ココとかココいたってね、すごい懐いてたので、まだちょっとどうなるか分かんないですけど、4代目のハムスターをすぐ飼い始めるかなとは思います。で、名前どうするか分かんないですけど、ちょっとミナチョの方がね、こう多分生死、生きる死ぬっていうところにはまだ分からないから、もしかしたら同じ名前のココって呼んでたからね、ずっと、だからココっていう名前にするかもしれないんですけど、また4代目のハムスター飼い始めたらツイッターの方でも報告していきますんで、基本的にはツイッターがタイムリーな話題を全部言うんですね。スケジュールが変わりましたとか、こういう動画やっていきますとか、相談がありますとかも、でダラダラジオも言うようにはしてるんですが、なのでもしツイッターされてる方はね、フォローしていただけると、今回この動画の下のリンクにその塾チャンネル、俺のホームページとツイッターの方のリンクも貼っておきますので、もしよかったらねフォローしてみてください。ゲームのねツイートも結構多いですけど、たまーに真面目なツイートもしてますんで、よろしくお願いします。で、次が、これからのスケジュールですね。で、現在今4月ね、さっき言ったように10日に今撮影をしてるんですが、
基本的に今年度、まあ最初ね、今この時点では高校数学の数2がメインで撮影していきます。で、本当はね、中学国語も文法はしたかったんですけど、ちょっと敬語が残ってしまったんで、まあ、敬語に関してもおいおいね、少し取って、その国語も終わらせます。で、終わらせて、高校の数2かをメインでひとまず撮影していく。で、ですね、まあ、リクルートさんの勉強サプリの先生やらせてもらってますけど、ちょっと今そのね、撮影が佳境に入っていて、かなり忙しいんですね。そっちに時間が取られてると。で、あと、まだ全然話すことができないんですけど、新しいちょっと取り組みが今スタートしようとしている段階なので、まあその辺も踏まえると、撮影ペースがそこまで上げられない感じになるかなと思います。ただ、数にはね、まあもう現在、この段階でもちょっと遅れを取ってる感じはしますけど、できる限り、こう、高校生のみんなにね、役に立てればとは思ってますので、できる限り、こう、本数取っていくようにするんですけど、ちょっとね、ペースは、まあ去年よりもやや遅れ気味になるかもしれないです。はい、なのでまあひとまずね、動画上がってなくてもそういう風に活動してて、またね、みんなにこういうことやってたんですよみたいな報告できる時を楽しみにしつつ頑張りますので、まあそんな感じで温かい目でね、見守ってもらえたらと思います。で、最後、卒業記念動画ですね。まずたくさんの方ご参加いただき本当ありがとうございました。で、今制作中なんですね。本当は4月の3日ぐらいまでにアップしたかったんですけど、その時期にちょっと自分が体調を崩したりとか、まあ、さっき言ったね、リクルートの仕事がすごい今忙しくなってしまったので、卒業記念だからね、本当は春休みまでアップするのが筋だと思うんですけど、適当なものをアップするのも嫌なので、ひとまず4月いっぱい、4月末までにアップできるようにします。皆さんがいただいたコメントね、全件載せるようにはしますので、はい、あれ応募したんだけどアップないなって思われてる方もいらっしゃると思うんですが、今の制作しておりますので少々お待ちください。では、ブワーッとね、話してきましたけども、まあそんな感じで今年度だね、まあスタートしていきましたんで、今年度の配置もどうぞよろしくお願いします。撮りたいものがいっぱいあるんですよ、本当に。まあ高校生にしたらね、数2とか数 A とか、まあ数 B もそうだね、とかもあるので、撮っていきたいものもたくさんあるんですが、こう焦ってもいいことがないので、一歩ずつ、まあ一本ずつだね、着実に進んでいけるように今年度も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今回はハイチのダラダラジオ第82回、テーマいろいろとご報告という感じでね、喋らせていただきました。今回もここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、来週はですね、ちょっとね、いろいろね、相談事いただいたりとかもしてるんですが、ちょっとどれを取るかまだ決めてないので、まだわからないんですが、もしね、よかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。